8時になってますけどもですね、はいはい、本日も、釣り、はいはい、ドラゴン坊主でございます。いや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 。というわけでまず、ね、運転してくださってるのはこの人でございます。はい、ありがとうございます。それとですね、にぎやかしメンバーの前回遅刻野郎のそうです及川さんです。ファールウェイカナタン中国朝8時広がるパラオフェイ早えな速攻だもん、カメラ回ったら。そうね、もうこんにちは。はい、まあそんな感じでですね、はい、そんな感じでですね、今日はどこに行くのかな、はい、今日は丹沢湖です。丹沢湖、はい、丹沢湖ですよ。丹沢湖行って何するの今回は、はい、マス系を狙いに、トラウト系ですね。ちょっと渓流マス系を釣ります。マスマス神奈川の方ですね。もう富士山の近くです。はい、ちょうどいい、はい、いや、いいじゃないですか。でも透明をぶっ飛ばしておりますよ。そう、でも天気がね、今また雨降ってるんですけど。あ、ほんとだね、ほんと降ってきただけど、今日予報は晴れですから。そうですね、あとピーカンになることになってますよ、ぜひともピーカンでお願いしたい。はい、透明だけに不透明。今回の釣りは、うん、大体あれですよ、6時ぐらいまでって決まってますから。ああ、なんで監視員に怒られちゃうから、時間が監視されてまで。お家にファロウェイって言われてお家にファロウェイ運転に支障が立つのただの逃げ足バカ2人がこう何の腕を妨げるようにファロウェイに近づいていってるだけなんで、まあ、テンション上がってきましたね。でもね、ドラゴンボーズ見ててさ、俺とケイツは竿振ってないもんね。結構ね、振ってない振ってない一番だって一番もう何、うん、まあこれはさ、もう海釣りの後でやってるから言えるけどさ、一番頑張ってた人が一番釣れないんじゃん。まあでもな、ドンフライウェイドンフライウェイね、いいっすよ、楽しめてますから。でもあれだよね、この撮影してない日は釣れちゃうんだよね。釣ってんのよ、そこなのよ問題は。兄が変な時に運を使うっていう。そうなんだ、ね、じゃあ運の溜め込み方教えてあげるよ。まあお願いします。じゃあ俺が手を挙げてあげるから。はい、オラに元気をくれ自然のみんな。ドラゴンボールが来たよ。ヒュー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 。今入ってるところ、はい、入ってきた。入ってる。感じてますか。多少な。感じてる。感じろ感じろ、大丈夫、お前は感じる。感じろ感じる来てる。どう、あれ、キャ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 、それがファールウェイ。誰キャラだね。わかんない。なんか言ってるか。とりあえず行ってグラグラやんか。急げ悟空。バスはすぐ目の前に。あそこにあのさ、こういう形のあるじゃん。はいはいはい。あのガラスフィルム全部俺貼ったからね。え、嘘、あれ？あれ？足場組んで超大変だったんだ。あれ？実は一応兄が貼ったところが今ドラゴンレーダー出てますね。これが兄が貼った電波らしい。あー、なるほど。そうですね。あ、
ですね。ここら辺を張ったらしいですね。本当ですか。やばば。本当だ。炭酸箱もうちょっとだね。炭酸これな、これ魚ですかこれ。魚だね。結構散らばってるね。これドラゴンボール、これドラゴンボールとしちゃって、あなた普通7個しかないのに、これ画面中に何個出てるんですかこれ。神奈川県山北町。このまま行ったら絶対第一村人とか探し出すでしょ。あーそうね。うゆうやー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 仲間は温泉。あ、そうだ、温泉に行こう。ういういやー、もう取れた、なんなんだよ。それなんだっけ。それだよね。それだよ。第一村人発見でしょ。うん、そういう音楽だよね。そうだ、そうなんだ。俺ちゃんと見てねえから分かんない。そうなんだ。よく聞いとけ。めっちゃういやーういやーもうマジそのまんまだよね。そうだよ。もう一点あろ、回転とか言わなかった。すっごいのすだーって。こんなところに村人がいるんですね。いやこの辺でもマジで釣れそうだよ。いや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 、ほら、うわ、きれい。いい玉にあんじゃん。これ絶対いるよね。うわ、いるいるいる。あれ深みある。うわうわ、これいるよ。泳ぐの、いるね。いけそうだよ。ここ来て正解だな。いいね。世界の車窓。今日は半沢湖の隣を流れる酒臭い川。ちげ。沢沢川だ。漢字は読めないけど、綺麗な杉並が今。左の方にあります。右には鈴木。鈴木あるけども。お前目の前の状況言ってるだけじゃねえかよ。兄の車窓。兄車窓。今右にトラック。もう一台トラック。全然全然状況言ってるだけだよ。状況報告してるだけだよお前それ。これ外出たら暑いぞ。暑い、ね、いや相当暑いと思う。なんて書いてあるのあれ。ひまわりの里だって。ひだまりだよ。ひまわり二人に使われてる。ひだまりだよ。からさ、すげえトトロ出てくるんだこれ。とりあえず行くだけ行ってみる。あなたトトロってよねー。カオなんだっけ、歌忘れちゃった。歩こう歩こう、私は便秘。お前ら何なんだよ。ひどいわね。マジこれぞトトロじゃない？ね。あなたトトロって言うのね。ダラララ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 。そこに執着点は？トトロ。その話に執着点はあるのかな？ないと。何を求めてるんだよ。何もない。ダラララ。楽しそうですね。秘密の暗号、森へのパスポート、素敵な冒険始まる。隣のトトロ開けた。あなた海みたいなのね。隣のトトロ。うるせえ。いや、野郎のトトロほど暑苦しいもんないですからね。タッシーいる。タッシー、タッ
シいるんじゃない、タッシー残雑魚だけにタッシー、タッシー釣らせ今日、タッシーすごい、絶対いる、タッシー水綺麗だね、ね、ね、飲めるかな、飲めないおお、なにこれ、カップルシートじゃない、カップルシートじゃないですか、ちょっと見ていいですか、ね、ちょっと兄の手術入ります。さあ行きますね、行きましょう。この辺降りるとこあればね、止めやすいのに ね、まあ、なんか自販機とかトイレとかもありますよ。やばい、ここいいんじゃないですか。いいね、完全にいいポイントですね。これ下行けんじゃん絶対。これどうよ、いいんじゃないですか。ちょっともう一回様子見ていきましょうか。うん、行ってきます。我々行くとこキャンプ場ばっか。いやでもここまでまだあるから、これまだ打ち込んだとこなんじゃない。湧き水レベルになりますよ。やばいね、イワナヤマメここやばいっすよ、こっちやべえっす、ここいるっすいるけどキャンプ場っす。あーマジかいやいや、これはもっと先まで行けるよ。ダメだ、ここまでだ、行けなかった。ここで終わりかよ。いやー、オートキャンプ場どこ行きますかでもやっぱりあれじゃないですか、2カ所ぐらいあったじゃないですか。まあ、うん、そこのスポットまで行きますか、うん、じゃないですかね。釣りたくて釣りたくて釣りたくて辛いよお、ポイント来ました。お、いいじゃないですか。来た来た来た、いけるんでしょうか。ちょっと兄の偵察入りまーす。いけなくなさそうっすよ。いけそう、いけそう。じゃあ行ってみようか。ちょっと行ってみますか。じゃあちょっと行ってみましょう。あれから、車を降りまして、よいしょ、もうほんとすぐそこの沢に来ております。もう兄さんが早くも始め、鈴も早くも始めですね。さあちょっと投げて、よいしょ、はい、はい、投げて、もっと豪快に投げんかい打ちてください、シュンってとこ見せてください来てるよ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 。あの人入っちゃったどうせなら滑って濡れてくんねえかな正解しちゃったっ気持ちいい山々です。あれですか、ここ魚いないですか。ここ魚、おじさん何やってるんですか。ずっと下ダメなの。え、もう一回言ってください、なんてどこっすけ下しかよね。また次の場所目指しますよね。行きますか。これですね、綺麗だったと、はい、